はい、ということでですね、サウナの梅湯さんからの帰国食堂で銭湯酒という感じです。今ね、もうすぐ8時半になろうかという時で、とりあえず8時半までお店が開いてるぞということです。お店もね、すごく賑わってますよ。銭湯は賑わいすぎてね、なんかちょっと待ち時間あったぐらい、要するに、ね、人数制限を中で設けているんでね。サウナの梅湯さんはね、ゆとなみ社っていう会社がね、やってる銭湯でね、京都、滋賀、大阪にね、何店舗か銭湯をね、展開する銭湯活動家っていうね、肩書きの人ですよね。ですから、まあ今日こんな感じでね、ちょっと仕事の後ちょっと一旦家帰ってね、のほほんとして、そこからまた外出てきてっていう感じでございます。あそこにね、なんかちょっとしたなんかね、お酒とかなんかね、そこもイートインができるっていう、あかり商店だったかな、そんな名前のお店です。まあなんかね、ちょっと朝夕はね、ちょっと冷えるようになってきましたね。これで一応でも3日目か、3日目の動画として今撮ってるんですけど、今日は2本撮りで、実はもう1本撮ります。明日もどうせまたね、てっぺんまで仕事だったりするんで、まあ、毎日なんですよ。なんでなかなかね、毎日更新と言いながら、じゃあいつ動画撮るのって話が難しいことになってくるんですけども、まあなんとかね、こうやって動画も撮っていきますんで。去年だったかな、確かその辺で動画回しててね、もうすぐ着くと思うんですけど、任天堂のね、本社がある場所っていうのがあって、合図会はどうやらもう事務所畳んだかなんか、そんなことのようです。そのすごくバリバリの頃はね、帰国食堂にも結構その道の人たちが来てたということを、なんか昔話として話してくれたことがあります。というかね、なんか常連さんたちがその話で盛り上がってましたそんなこともあるんですよね。なんですけど、その任天堂のね、その本社っていうのをなんかもうホテルになるかなんか、ああここですね、見えますかね、こちらの建物、去年の動画の時点では多分まだね、何もやってなかったと思うんですけど、今はね、絶賛この建て替え中といいますか、なんか書いてるな、そこに、こんな感じです。一体何になるかというと、なんかね、安藤忠雄だ、安藤忠雄がまた噛んでんのか、これどうなんだろうな。そう、任天堂の元本社でございます、こちらが。なんか寂しいな、でもこれ建物としてすごく好きだったんで、なんとか残せないかなと。で、花札を作ってね、だからその愛会の人たちも多分その花札にもお世話になってたのかなということなんですね。五条楽園はね、実はまだ現役だっていうところもなんか何個かあるみたいです。そういうことのようですね。あのね、バックパッカーの外国人の結構いっぱい来てたんですよ。今はもうね、遠い話みたいになっちゃってますけど、あっち渡るとね、なんか大学があったりとか、この辺りもね、随分と雰囲気が変わってきますよ、なんか。で、駅前のなんかちょっと屋台村みたいになってたとこも大学が来てて、なんかね、雰囲気が変わっていくのはいいことなんですけど、その土地の歴史とか、そういうのもちゃんとなんか、継承していくものって必要かなというふうに思います。チャンネル登録お願いします。いいねもどんどん押してください。今日の上がる動画はこれで、もう一本での明日上がると思いますんで、そういう感じでお願いします。では皆さん、良い夜を。ジュエリー。